4号機1回入ったところね、こうそこキャンバスだから切ってはい、よいしょ、はい、4号機2回まずさ、西側側壁面まで。星さんさ、はい、ちょっとこれと交代して。こんなところにこんなのあって見えないもんケーブルトレイン今ね、うん、その観測壁と天井 の見えてるところに光が当たるように割れてるんだよね。尿意棒は広がってる。本当にこれ見えない。なるほど。光だけお願いします。光だけ。うん、確かに綺麗ですね。なんでこっちがないか。
天井とのこのくっついてるところ、損傷があるとは限らないからね。損傷なくてもいいんだ。ない。この部分ですか。そうそうそう。この直角部分が常に映ってることが大事。なるほど。本当はな、この足場の上に上がりたいけど、さすがにな。さすがに、あかん気がするな。あっちの方行ってる。この真上。真上の、あ、など、交わるところ。うん、まっすぐ行ってる。あ、その辺、絶対通しててね。音入るんですね。入ります。ここは2階の、北西角付近の天井部を見ています。3階の CRD 交換室付近の損傷との関係を見出そうとしていますが、今のところは、痕跡が分かりません。はいはい。このなんか大人気取れますか。はい。ここのところには上口さんとか言ってる上に。これはなんかあんまり乗っかっちゃう。あーなるほど。そっち行きたいですけど。いいよ。よっこいしょ。これさ、これさ、これ真上、これこれ。はいはいはい。あーなるほど。うん。ここはちょっと。上口さん、この現在位置喋ってもらっていいですか。現在位置喋ってもらっていいですか。
あれはどこですか？ケンシロ建屋2階、アルシナブデスコ上天井。はい。今折れてるのは、南北の梁。南北の梁。はい。あと床が沈んでると。3階の天井が、ちょっとそうですね、これ沈んでるのはこの位置からです、うん、垂直方向は見づらい。こっちに来る。うわ、すごい、穴、うん、これ狙ってるんだ。あのステージ見てるか、ちょっと結構自信がすごい、うん、この場合にはこっち側の接合用ってその針ですね。カメラを3階に入れます。はい、届いてます、大丈夫です。すごいね、これ伸びるね。3階行きます。はい、行きました、うん。ここ楽にさせます。はい、ちょっと光源がないんでちょっと届かないですね。確実に今3階の、うん、あ、突き抜けてますね。うん、突き抜けてるね。上から見えるもん。じゃあ360度回します。はい、竹内さんがこういうことやりたかった。そうなんです。これ見たらまた怒っちゃう。俺の先輩として。はい、下げます。はい。これ折れてる針と床の間もちょっと映ってみて。どこどこ？あ、ここね。それから左側。ここね。うん。はい。あ、背中に嫌な感覚がする。この辺が相当やられてますね。かけます。はい、うん、はないかな。ここに塗りかかって大丈夫なんだよ。ここだけは固い感じが映ってますね。あんまり結局パイプが多くて、うん、難しいんだもん、ね、あそこか、あそこのステージ、うん、あ、登れる、うん、こっちなんだ。こっちの方が分かる。ところが向こうの角がさ、折れてるぞ。うん。で、だから真ん中が、ほんで、あの北西壁の付近のさ、下が見えてたところに該当しそうなところは、ここら辺じゃないかと。ここだね、CRB の。だってほら、この前の時からさ、こっちの接損部と、あの3階の床面とずれてておかしいなって言ったら、こっちだ、こっち、もう一個あったんだ。これです、これ。うん。
がですね、これ今から撮影しますが、うん、やっぱり撮影した後、これ上に上げときますので、うん、皆さん3階に行ってもらって、あ、上から光を、これが頭出てるかどうか含めて、だから当然の人一人残ってもらって、はい、で3階から、うん、じゃあちょっと待って、じゃあその間俺は上に上がって回ってくるよ。はい、じゃあ3階、うん、で君ら下で撮っといて、はい、で俺と前川さんが上に回ってくる。はい、じゃあ僕も行く。いや君そこを撮ってた方がいい。あ、もうこっから撮れるものがない。前川さん、はい、ちょっと1個持って。はい、あ、ごめんなさい。はい、いいですか。はい、大丈夫です。それで、まず3階に来て、はい、行きます。あの、ゴールね、まあ、この上から光を強くして、はい、やっぱりしつこく探すもんですね。しかしどうだったんだよ。なんかもう一箇所ないといけないはずなの。ましたよ。4号機原子炉建屋3階部分。はい。ここが下がってるのか。これそうですね。床が。いやこれのね、はい、相方さんがうまく見つからない。床が下がってますが。全部ずっとほら西側の壁に沿ってさ、西側の壁に沿ってずーっと脱落してると。なかなか床が落ちてるっていう。分かりづらい。もうちょっと離れたところを取らないといけない。画面左が床が下がっている方向です。上に出てます。これがちょうどね、 CRT 交換室の真ん前、入り口の真ん前。この床が、ちょっと1階ではまずこのカメラ撮って。さっきの針がさ、多分ちょっと見れ、完璧に見えるけど、これじゃないかな。今まさに下がった床の上に立っている。線量は？線量は26.5、20、そういう感じですね。マイクロ。はい、マイクロ。はい。OK、いいよ。
ここもあるんじゃないかな。うまいこと通るね。これ鉄骨は切ったんですね。ある程度。うん、だけど。もう一個ね、はい、その今から光を与えるこう通すところにもっと大きい損傷があるんだよ。この辺この辺、右海、海って奥だろ。この右側に開口部がありますが、ちょっと問題がちょっとダメだと思う。あ、ここ3階だから、あ、向こう側の通路があるんじゃないか。はいはいはい、あります。3階は向こう側に通路があるよ。あります、あります。反対側をもらってみます。これは違うな。それは。これは違います。いや、この前ね、水素爆発の映像で調査した写真を見たので。あ、なるほど。これ、棒出てるよ。はい。足元棒が。足元で検査されて。3階南側通路ね。はい、3階南側通路。これは皆さんとても無理してるもんね。これは不可能です。それは不可能。これは不可能です。上から完全に脱落してみて、ちょっと絵だけ撮ります。気をつけないと。これね、体重前に出てくる。気をつけないと。はい、あー、なるほど。3階盗難階段全くないですね。階段が完全に落ちてるんですね、これ。そうそうそう。あの反対側には回られない。回らないね。いいかな。はい、戻りましょう。よいしょ。あ、そのシールダブルか。シールダブル、シールダブル、ないんだ、もうか。シールダブル、天井。それでは11、はい、マイクロ。はい。
これからですよ、入り口の扉がここに振り込んでくる。そう、出てるでしょ、外側が。そうですね。だから、この辺あの探せたやつはやっぱり、ここに扉が結果がついてたんじゃないね。うん、ほら、あんな、いくらなんでもさ、網戸だけでいいんだよね。許せるものではない。うん、そうね、あれはやったけど、あれはあれじゃないですか、2階から向こうの角が上がってたもんじゃないですか。そうそう、だから2階から向こうの階段を上がる道を考えた方がいい。どうせ今から4階があるんだ。4階から向こうの3階の方が行けない、行けない、行けない。4階行きましょうか。4階まで行きましょうか。4階、今何分だ。11時45分。45分か。じゃあまあ、いやまあ4階までまず行こう。はい。でも、これこんなになってんのにさ、ここね、ほら、これこれ。ね、でもこれも相方が見つからないね、下にね。あ、ここの、ね、こっちの。これ見えてないんですよ。うん、やっぱり見えてないのかな。ちょっと、すごい量の、経験用の足場材とか。やっぱ、だから俺たちが見てるのは、あの角ばっかりで、ここらの相方が見えてないんだよな。これは見えてないね。あと、お店さん、上階の石林沿いの、あの、中の状況ってご覧になってます。見てね。ちょっと見ていきます。落ちないよ。落ちないよ。注意。ここで、ここで。よし。少し下がって。ごめんなさい。この鍵は下から見て鍵を。左側。こちら搬入口横の天井が。これで一応計算はあって少し落ちてるんだ。ちょっとこれ、あれだな、分かりづらいな。気をつけて、ちょっと後ろ。じゃあまあ4階行くか。はい。
号機原子炉建屋4階です。で、だから FTC ってこの下でしょ？この下。だからあの折れてた針の最初のこの辺だろ？違うの。そうですか。だからこの針に対応してるわけだから、ここがあの、はい、この真下だ。真下よ。ね、だからやっぱりないんだよ。そういうことです。だから、これは4階 MG セットの前です。FTC ポンプ室もしくは交換室との間には大きなやっぱ柱はない。ない。あれじゃないよね。あれ柱じゃない。あれじゃない。あれじゃない。あれはドライキャスクの天井キットですね。あれ？うん、ピット、うん、でも あっこじゃなかったよね、この折れてたところは。折れてたところは ここだよね、この真下だよ。ここだよね、うん、だから ここに柱があるかないかって議論になってたんだけど、うん、柱ないよね。少なくとも4号じゃない。次は席だな。 MG セットのところに席なんか乗ってるだけの席があるのかな。だって席ないの。ないね、ないね。だからここには席がない。ちょっと反対側も回ってみましょう。反対側。これは席か。これじゃない。いや、なんかブレーキング持ってるんだよ。これはなんかブレーキングベルトがあるから。だからこれ大丈夫。だってあそこに大体スノコあるもん。5体遅れの正直犯。全然待ってないね。5階の床がこう下がってるのはいい。どこが下がってるの？肉眼ではね。取ると難しいかな。これ難しいよね。
の加減とかもあってなかなか画面にすると難しい、うん、難しい。これさ、2つのレンズで撮ればわかるのか。ああ、そうかだから中でさ、これが一番襲われてる感じがする。あっちはちょっと張ってるからわかんないけど、あれもなんかあれはね、あそこから抜けてて、鉄板張ってある。そうそうそう。あの辺が一番力がやっぱり。